株式会社対抗銀行は、新潟県長岡市に本店を置く、第二地方銀行である。新潟県内のほか埼玉県内各地、群馬県前橋市、東京、神奈川県横浜市に店舗を展開する。1 9七十年代、当時の東取駒形人氏は、新潟県選出衆議院議員から首相になった田中角栄との交友を最大限に活かし、新潟県外に、 積極的に進出。東京支店を中心に大口融資の拡大が止まらず、融資額と債務保証額が、預金額を大幅に超えるオーバーローン状態に陥った。さらに、トップが関与した、母外債務保証が1979年4月に743億円に達していることが、発覚214億円の累積赤字を計上した。経営危機の中、都銀。 地元地銀、前総五銀行等88機関から540億円の定理融資を受け再建を図り、1988年9月に融資返済により再建を完了した。以後、小口融資を中心とした堅実経営を行っている。2015年9月、ご当地アイドル、ネギッコをイメージキャラクターに起用したほか、同10月には、春行から半世紀近くが経過し、 老朽化した本店の新築計画を明らかにし、工事を2期に分け着工。2018年12月、全面をオープンした。不正融資事件が発覚以来、旧大倉省出身者がトップを務めてきたが、2019年6月、約40年ぶりに、生え抜きの石田幸男が、頭取りに就任した。 前述のように2015年9月よりご当地アイドル、ネギッコをイメージキャラクターに起用した。マスコットキャラクターは、ナジラッコ新潟県内に62店舗、県外に8店舗、あげお、おけがわ、コウノス、群馬県前橋市、インターネット支店の計71店舗を要する。上記の再建の過程で、福島県郡山市や栃木県宇都宮市、 長野県松本市に保有していた店舗のうち、郡山、宇都宮は、富士銀行へ、松本は、長野銀行へ譲として撤退した。1953年に建てられた、旧本店が、老朽化し、手狭になったため建設を進めてきた本店が2018年12月10日に、オープンした。新本店は7階建てで、延べ床面積は6,070平方メートル。 大手通りに面した本店営業部は1、2階を吹き抜けにして1階にラウンジを設け開放的で明るい店舗とした。また、高性能自家発電機を設置するなど防災対策も強化した。ありがとうございます。